松尾隆は、日本の政治家。神奈川県鎌倉市長。元神奈川県議会議員。元鎌倉市議会議員。神奈川県鎌倉市生まれ。鎌倉市立西鎌倉小学校。鎌倉学園中学校。鎌倉学園高等学校。日本大学経済学部経済学科卒業。大学在学中は、小林明の貿易論のゼミに所属する。 1996年、日本通入社、通関課配属。1999年、退社。2000年1月、元官僚の枝賢治の秘書となる。なお枝は、同年6月の第42回衆議院議員総選挙に出馬するも、落選。2001年4月22日、鎌倉市議会議員選挙に出馬し、史上最年少でトップ当選を果たした。 2005年、鎌倉市議再選。2007年、市議を任期途中で辞職。同年4月8日出行の神奈川県議会議員選挙に鎌倉市選挙区から出馬し、トップ当選。2009年4月の鎌倉市議会議員選挙に際し、石渡徳一市長の後援会関係者が人中見舞いとして候補者に現金を渡していたことが発覚。このため、 同年10月の市長選挙に向けての石綿の3、選出馬が危ぶまれることとなった。同年6月9日、元県議の渡辺光子が任期満了に伴う鎌倉市長選挙に立候補する意向を表明。6月25日、石綿に対する辞職勧告決議案が可決。ず、7月25日、松尾も市長選出馬を表明した。8月30日に行われた。 衆院選、神奈川四区では、民主党新人の長島一優が初当選。同党を助籍され、みんなの党から出た、浅尾慶一郎が、比例復活で当選。自民党現職の林淳は、時点で落選した。石綿は、市長選不出馬の道を選んだ。同年10月25日執行の鎌倉市長選挙に、浅尾や伊田健次などみんなの党の国会議員の支援を、 受けて立候補。民主党、神奈川ネットワーク運動推薦、社会民主党支持の渡辺には長島がついたため、この年の市長選は長島と浅尾の代理戦争とも呼ばれた。松尾が渡辺を大差で破り、初当選を果たした。当日有権者数14万7371人、最終投票率。 44.60%2013 年10月27日執行の鎌倉市長選挙に出馬。著述業の岩田織を破り、再選。投票率は37.40%。2017年10月22日執行の鎌倉市長選挙で3人の新人候補者を破り3、参戦。二千十2015年5月10日の大船仮想パレードに、風天の寅さんに噴して参加した。 松尾隆鎌倉市長、ありがとうございます。